1月18日のケル姫スイーツ。今日は金曜だから強化費オフがやってるね。なんか今まで 40% オフとか結構やってたから逆に少なく感じるね。あー、お楽しみステージまた入りますそびれた。ダメだな、やっぱこの時間帯どう思わせる。平日のお昼入れねー。昼休憩中にね入ればいいんだけども、どうも忘れてしまう。とりあえずメタグリもね貴重なんで。せめて1回は入っておくと。ある意味プレチケよりメタグリの方が貴重といえば貴重だしね。プレチケはね、うん、まあどっちも貴重だけどな。なかなか配られないからさ。さて、覚醒ステージで落ちないドレスを頑張りましょうか。一応プラチナアップをつけとけばいいのかな。レッツゴー。で、超人の新覚醒武器を使わずに適当にご利用しましょうと。大冒険の始まりよ。確かネクロマンサーで楽にできてたはず。吸い込む。あー、もうちょっとか。もうちょっと奥行ってからやった方が良かったのかな。それか上とかから狙って、えい、さあ今日はあとどのステージやろうかな。このメタルのやつがめんどくさい。あいつにしっかり当たるかどうかが。お、いったいった。コインの音が遅れて後からやってくる。雷のようだ。ピカッて光ってだいぶ後からピシャーンゴロゴローンと。経験値いいね、なんだかんだで。この覚醒のオブジェなんて言ったっけ。あれだけはすごく奥手に入るよね。そればっか入ってもしょうがねえんだけどな。そうだよな、プラチナで合ってるよな。出るのかな。ちなみにフレランにはいないか。超人覚醒武器つけてる人、持ってる人は結構いそうだけども、まだゲットっていうかこっちにね出してはいないって感じかな。そういえばセンター試験の時期らしいね。受ける人頑張ってね。もう何もそれ以上のアドバイスないけど、とりあえずセンター試験受ける年じゃない人はツイッターでセンター試験受けてきますって嘘ついておいて。あ、てかあったな、成人式の日とかで成人式行ってきますって言うと、え、あの人そんな年だったんだっていう、なんて若いのみたいなんでガクッとする人がいるみたいなさ、ネタつゆを見かけたけど、それも成人式行くとはいえ成人とは限らないと。例えばね、役所の人だったりとかそういうスタッフ側だったりとか、そういう人でもね成人式行ってきますに間違いはないからね。っていうのと同じで、センター試験行ってきますって言ってももしかしたらね、受験生ではなく大人側の方かもしれないと。武器経験値こんだけ入んならいいね。なんだかんだで、あ、これだったらそんなに辛くないかも。ちなみにネクロマンサー抜きだと、大冒険の始まりよ。歌舞伎もののやつ、歌舞伎ものって確かオーバーじゃなくて、なんて言ったっけ、ブレイクリバースあったっけ。試してみればいいか。そっちが入るんだったらでもいくつまでだろうな。はい、入るんだったらこっちの方が、あ、ブレイクリバース入る。しかし範囲が足りてない、残念。
この範囲だったらどっちかな。ただ当たるかどうかだよね。どうだ、何体残った。そもそも範囲で当たってないっていう可能性もありそう。これだったら大きくなってるし、強戦士の範囲でご利用した方がいいかな。すげえとこ戻ったな強戦士結局ここはね、あのメタルのやつに攻撃が当たるかどうか。ポンスカ、そもそも範囲がダメなんだろうな。どっちがいいかな。まあフォーミングがあるし、こっちで当たることを祈って。当たってもあれだね、フリー属性だからもうちょい時間かかるか。ポンスカ、悲しい。こんなカリカリ音してるんだね。コリンコリンコリン、かわいい音がしてた。こっからだと多分当たらないね。サクってチョン、ちょっと当たった。できるだけネクロマンサーの借りた方がいいかな。まあ、1日3回はね、超人のスケット NPC 借りちゃった方が楽だろうけど。いや、2ウェーブ目だいぶ時間かかったな。もう一回おめえを返上するんだ。挽回しちゃダメだぞ。綺麗にあいつだけ残った。またコインの音が後からやってくる。今度は直属性だから一発当たれば1ゲージ減る。よし、さっきのメタルでパワーはだいぶ邪魔だったね。あ、ムックの体から触手が。おしゃれアイテムの経験値がそろそろな。もう強化するものがほとんどなくて、グッズのやつね。あとやってないステージ、まあ初心者応援ステージは裏でやっときます。そんな面白くはないんでやっぱここでね、ドレスが落ちるか否かだよ。お、レッツゴー、新覚醒武器ゲットしたんだね。使わせてもらうぜ。まことスターファイヤー。ダメだ、誠って言うと誠死ねっていう人が。あ、でもあっちの誠は漢字が違うか。ならば大丈夫、こっちの誠は死なない。デモが早いからいいよね。他のキャラで二蹴り目を任すよりこの超人にやってもらった方が早いな。フォーミングではないけど、この位置からやっても十分ここまで届くんだよ。あとちょっと、そこまでいったなら削り切ってほしかったな。怪盗とかバンを入れてね、青バカ稼ぎに二蹴り目やっとくってのもありだな。惜しい一応振り属性とはいえ、ほんと楽だね。出が早いのが素晴らしい。あ、てか振り属性関係ないか、新覚醒武器だから全部有利になるもんね。これは回しといた方がいいかな。まあ、出るとは限らないけど。いや、もうちょっと待つか。仮にこいつがいなくてもできることはまだまだあるんで。よし、じゃあこれラストにしよう。助っ人 NPC はあるけども、プラチナアップ率の高い人を借りようで、かつネクロマンサーを借りる。
いろんな局面で使えるから、やっぱり今回の新覚醒武器はいいかもね。逆にどういうステージがあいつにとってね不利になるか。覚醒色って大体なんかいろいろ無効とかついてたりもするから、ちょっと見てみないとわからないけども、ステージのギミックによってはちょっとやりづらいってとこもあるだろうし、まあ、通常職でないともらえない達成報酬の面とか相変わらずあるけど、あのあたりはね頑張ったところでプレチケがちょっと入ったり程度なんで、そこまで苦労に見合ってないんだよな。まあ、どちらかというと達成報酬の欄をねしっかりと埋めて満足するためにってところはあるよね。全部クリアできてると気持ちいいし。よし、経験値いい感じに溜まったぞ。ドレスは全然出ないぞ。全然いい感じではないぞということで今日はここまでにしましょう。また明日。